はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病、闘病生活の気晴らしでね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、なんか最近こうダイエット中でもスタバに行けるっていうブログやったかな、なんかネットでね見つけたんですよ、そんなフレーズをね。ダイエット中でもスタバに行けるよっていう言葉をね見つけて、何や何やと思ってこう見てたんですけどね、なんかこうスタバユーザーの方にアンケートを取って、まあ、そんな中メニュー1位になったメニューがね2つあったんですよ、あったらしいんですよね、それのサイトを見るとね、まあ、その2つを紹介します。まず1つ目がですね、スターバックスラテの無脂肪ミルクで、2つ目がですねカフェミストの無脂肪ミルクという結果がね出てますね。やっぱりこの無脂肪ミルクっていうのがいいんでしょうかね、無脂肪ミルクを入れることによって。まあ、僕はどっちも飲んだことないんですけども、というのもまあ実はね、ファーストフードのドリンクとかファミレスのドリンクバー、ドリンクメニューとかあるじゃないですか、あとまあその飲食店の最初に出てくる水とかもあるでしょう、ああいうのをね僕実はね病院の先生から止められてるんですよ、飲まん方がいいですわと言われてましてですね。でもまあね、僕がこう行ってる病院の1階のテナントに入ってる某コーヒーショップは、一応その病院の中に入ってるっていうのを信頼して、そこでコーヒーを飲んでるんですけどね。まあ、先生にもね、いや、下のコーヒー屋さん行っていいですかって言ったら、あ、そこはいいよって言われたんで、どういう差があるのかわかんないですけど、どういう違いがあるのかわかんないですけどね、そこは行って、次の時にコーヒーを飲んで、ちょっとゆっくりしたり。したこともありますね。まあその理由としまして、飲んだらあかんよっていう理由としまして、また説明したらちょっと複雑に思う方が多々おられると思いますので、まあ話しませんけど、まあ僕の今の体の状態がこんな状態なので、まあ先生もやめときやってこう言うてるだけなので、まあ普通の人、病気ちゃう人ね、病気になってない人とかやったらもう何の問題もないんで、もうどんどん飲んでください、悪いもんじゃないんでね。そのまあそんな僕が飲めるもの、飲み物って言うたら、その皿のペットボトルとか皿のカンカンとかあるでしょ。あ、皿って言うの分かんないですよね。皿っていうのは大阪弁で新品っていう意味で通るんですよ。関西やったら通ると思います。よくサラピンっていう風な言葉もね使ったりするんですけども、まあ皿ってみんな言うてますね、わかんないですよね、急に。そのペットボトルとかカンカンね、あと牛乳パックとかもその蓋開けてから、まあ、24時間以内に、飲み切りましょうねっていうルールで今飲んでます。早くも制限解除になっていろんなもの飲みたいですねっていう感じでした。ね、最初のスタバはどこ行ったんやって話なんですけど、まあそのね、ダイエット中でもスタバに行ってもこれやったら気にせずスタバが楽しめるよっていうメニューがあるっていう話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。